神奈川県立新城高等学校は、神奈川県川崎市中原区下新城1-14の一にある公立の高等学校。地元の熱心な誘致運動が実り、昭和38年に全日制普通科として開校した。学区制度廃止前は川崎南部学区に属していた。区域の変遷については、神奈川県高等学校の通学区域を参照。 出展設置学科、全日制普通科生素質実、生素質実という言葉は、清らかで飾らず真面目なことを意味し、効果の一節にもある。地域の古い地名である、羊群にちなみ、立花の紋章がデザインされている。作詞、磯崎健之介、作曲、熊谷茂、補修編曲、中村太郎社会人として優位な人物となる、ため豊かな教育を与える。 正確な知識と深い思考力を有する責任感の強い人間を養成する。各自の包造する可能性と個性の伸長を目指し、心身を鍛錬して、その調和発達を図り将来の志望に適切な指導を与える。出展なお、体育祭と文化祭は共に白高祭りと呼ばれている。出展出展2007年以降、 高校の近くで行われている雨水貯水工事の影響が出ている。2007年2月11日に高校そばの道路が陥没し、体育館など校舎が破損する被害が出た。2008年4月15日には別の地点で道路が大幅に陥没し、校庭に亀裂ができる被害が出ている。出展。ありがとうございます。